えー、それでは明日ですね、えー、3日開催の最終ですね、フラワーカップ、い、えー、行きます。えー、ここはもうね、えー、ちょっと街頭場いないって言ってたんですけど、えっ、ー、とよう見たらおったんでごめんなさい。多分紹介してないですね。の前にですね、えー、まずこちらですね、大商店、えー、ダイヤモンド一着、シュバルガ一着、えー、そのままでしたね。 ええー、まあ、そうやね。春天次の春立てやったら逆転が下がるってことで、やっぱ今回、え、しばらくら正直単勝売れすぎました。ですね。5倍切ると思ってなかったね。やりすぎや、これ。で、ワンドリーリー、レブミストラルはやっぱり、まあ単勝がちょこっと売れてただけで、やっぱ3連単で見ますと、えー、当選バジルが3着。えー、まあ、C 通りの結果ですね。3連単。 えー、一番人気でしたね。単勝では一番、二番、五番人気だったんですけど、三、えー、連単売れるけど、あれが一番人気と。まあまあ、示通りでしたね。で、えー、っと、注目したベストプレイ4着。まあまあ、頑張った方でしょう。うん、最後、もう一伸びあるからもだけど、やっぱ坂で答えるんですで、ね、やっぱ京都ですね、この奥の。うん、まあ、阪神で4着。またよく頑張った方ですね。はい。まあまあまあ、順当通りだ たんで、まあ、仕方ないですね。一応、生まれんは、一応取ったんで、まあ、一応ギリプラスですか。生まれんって思いましたね。はい、え三、ー、連単は一、二、四着でダメと。えー、問題、こっちですね。もう疲れましたわ、これ。えー、もう疲れました。えー、もう疲れた。これ、三、えー、着プラチナボレスですか。それは聞いてないし。 えー、もう最近ね、機種に振り回されっぱなしっていうか、勝手にこっちから、えー、ドツボにハマってるんでしょうね。えー、今回こそデムちゃんのツたきで決まれと思ったら、田辺来るし、えー、なんと言っても、えー、ウィン・ブライトですか。松坂くんも来るってことで、まさかの真逆の機種にときたんで、えー、ボックス 結局取れてないし、え、生まれもこれ4、5着ですか。ほんま真逆でしたね。ええ、怒りましたよ、これ。これは非常に怒ってますよ。えー、やっぱ、とさき買うたら消へんし、えー、もう怒ったね。これどうしようも。次から暗示を見ると決めますかこれも。もう暗示を見てる場合いちゃうかったね、これね。えー、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 もうこれ以上言うことないですわ。はい。 で、えー、ただ、えー、このスプリングステークス、えー、っと、ちょっと収穫があったんで、えー、それちょっとフラーカップに、えー、っと、これ繋がると思うんで、それも紹介しますね。えー、フラーカップ、えー、っとですね、こちら去年一応、えー、月下校の副勝ブッチーでと馬券去年取ったんですけど、まあ、それと,、えー、っと今週のえー と、ファルコンステークスも一応被ってるかなファルコンステークスと一応、えぇ、ー、スプリングステークス、え山菜路線のとこですね。えー、こちらも一応リンクしてるんで、そちら合わせて紹介します。えぇ、ー、該当馬ですね。えっと、まずはフラーカップそのまま行きましょうか。えー、こちら、えぇ、ー、と、まあ16頭 もともとですね、えっと、ファンディーナがその、えー、まあそう、この舞台関係なく強く強いですよって紹介したんと、えー、と、一応太鼓離れイムーンで紹介してたんですけど、えー、と、改めて見ると、えー、と、この舞台、えー、前奏、えー、確か紹介した時には、えー、と、相手がアダマイミア、ビアルリット、フルエスマジック、レーヌミネルってことで、強い相手に負けただけですよって言ってたんですけど、 えー、ただ逆にこの6着以下見ると相手が全然大したことのメンバーに勝ってるだけなんで、やっぱそれ見るとこの5着、えー、正直、そうですね、ウェヨントに設定負けてるわけでもないんで、やっぱりちょっとワンパンチ足りないっていうのと、えー、東京戦6からこの中山戦8変わって花レムーンがプラスだよなのかっていうと正直う,うんですよね。それ考えるとどっちかというとも、また森戸白百合とか東方アイレスとか中山、 が、えー、一応、適正ある方が向くんじゃないかってことで、花絵ムーン、ちょっとすいません、無印記に下げました。はい、えー、ちょっと脱線しましたけど、えー、事前調査ではここまで紹介してて、えー、本命ですね。えー、こちらですね、もう、今回、ほぼほぼ本命と対抗クロス三角まで、一応印失敗つけてますけど、えー、こちらまでしか紹介しません。 えもうこちらですね。本命、ディア・レガールですね。まあ本命、一着か分からないですけど、とりあえず馬券圏内で、もう買うならこの馬ですわ。はい。えー、一応対抗、えー、言っと、ファンディーナ一応対抗してます。まあまあまあ、まあまあま、あ力あると思ってるんで。で、3番手間、サンティール。えー、っと、この馬、えー、っと、中山適正。えー、ありまして、えー、っと、まあ前走も一応印打ったんですけど、まあまあ、ボバ相手に、え、ね、で、距離延長。 で、2000メートルで7着やったらまだ増しちゃいます。コマエンパラスとコンマエンの、そこまで大差なかったんで。で、その前ちゃんと、え、ボバ混合の未勝利1008で勝ってるんで、中山でね。中山はもう差し入れられてるんで、問題ないと思いますね。で、今回頻馬戦ってことで、え、チャンスあると思ってます。まあ、紐ぐらいですね。はい。で、えー、っと、すいません。戻りまして、ディアレガーロ、ディアレガーロですか。 えー、この前ですね。えっ、ー、と、ちなみに、っていうか先に言っておくと、去年、えー、月下校を、去年はね、正直ね、もうちょっと簡単やったんですね。今年ちょっと、えー、なんか知らんけど、ちょっと、ディアルガール見つけの遅かったんですけど、えー、去年、えー、16頭出てました。で、えっ、ー、と、月下校復勝にブッチしたんですけど、えー、こちら決めた理由、至ってシンプル。えー 唯一の二勝馬でしたね、去年は。えー、もうこれだけだったんで、もう正直全然考えることなかったです。まあ一応ね、ペルソナリティも一応二勝馬、ちょ二勝馬だったんですけど、えー、適正考えてこの馬はもう最初のこの左回り専用4だけで適正見極めたんで、えー、それのくこともう完全に二勝してる馬がこの馬だったんで、で、えー、二勝の中でも中山、こちらですね、中山特に1 6 えー、舞台が1008ってことで、やっぱ1 0 0から2000ぐらい、えー、走ってる中山の500万クラスですね。こちら勝ったのが非常にでかいですね。ここ勝ってこともある程度実力あるんで、中山1008でね、もう500万勝っちゃってるんで。で他の馬一勝ば,ばっかりですね。えー、それ比べると、 と、えー、まあ、こちらが、えー、完全に抜けてる。これも誰でもわかる簡単なレースでした。ってことで。で、まあ、勝っちゃったのがエンジェルフェイスだったんですけど、これはしゃあないですね。えー、まあ、未勝利の後ですけど、まあ、まあまあこれは強かったんですね。ちょっとあんまり、えー、このまま見てなかったんですけど。まあ、それでも副賞ね、えー、と、3着割れて、副賞だいたい倍、二2倍ぐらいついたんかな ?2 倍は言い過ぎ結構ついたんですよね。これ2番人気の月格好だったんですけど、えー、と、副賞これでも210円ついてくれたんで美味しかったですね。副賞なんか何万円か。 なんかブッチした記憶あるんですけど。え、もうシンプルですね。二勝場で中山、しかも500万買ってると。え、もうシンプルですね。はい。で、え、それを踏まえて、今回、え、もう、簡単ですね、今回もね。え、今回、え、二勝場、え、結構います。え、D パウンサーもいます。え、あとは、えっと、この、東レスもいます。え、で、あと、え、言ってた、えっと、ファンディーナね、もいますけど、 唯一中山、えー、こちらも1 0 0から2000。まあ、特にもう1 0 0ですね、今回は。で、500万。で、しかも新馬線も中山で買ってます。もうシンプルですね。はい。二勝馬。中山500万を買ってる二勝馬。えー、この馬しかいません。アンジョールめっちゃん。えー、まあ、プラスでしょう。うん。何もんでもなくプラスでしょう。はい。まあ、単勝で来るかって言われたら正直言うんですけど、えー、 と、この、ファンディーナが今回おるんで、やっぱこれチャンスですね。ファンディーナが副賞1.1倍で結構吸い取ってくれとるんで、えーえー、ディアレガールで今1.4倍最低落ち着いてるんで、これだいぶラッキーだと思ってます。正直、ファンディーナおらんかったら、一番人気多分1.1倍とかしてなってたんで、えー、このファンディーナおるおかげで、えー、と、ま、美味しくなってると。で、万が一ファンディーナ飛んじゃうと副賞パーンって上がるんで、えー、非常にありがたい、えー ね、条件ですね。えー、副賞で考えますとですよで。枠はあと2枠あるんでね、2、3着入る枠はあるんで、えー、十分だと思いますね。はい。えー、ルメちゃん今日、阪神大翔典で勝ってるんで、えー、ちょっと、デムちゃんが今、連勝ストップしてるんで、ってことはもう今度最強外人代わりだれって言ったらもうルメちゃんしかいないんで、えー、ルメちゃんにこっからまた、えー、連勝頑張ってもらおうと思いますね。はい。世代交代ですわ、これ。何の世代か知らないですけど。 で3番手まあ一応3ティールにしましたね。まあ1勝馬ですけどまあ一応中村さん8勝ってるし、えー、前走まあ5馬相手にまあまあまあまだまあ悪くない成績を残したことで、ね。えー、それ以下ちょっと割愛しますとホワイレースも一応2勝馬ですけどえっ、ー、と勝まあ確かに 1600m の500万勝ってるんですけどうんまあその後ね東京で舞台を合うの分かってるんですけどちょっとここで気持ち途切れて。 とかなんかね、もうスランプとか入っちゃうとちょっと怖いんで、ちょっと一旦避けますね。まあ来たらちょっとあ,あーと思うんですけどね。はい、んなもんですね。エディーパンんも二勝馬ですけど、ここの馬、まあ、もえーっと、まあ中強で2回勝ってるだけなんで、特に、まあ確かに、まあね、重賞4着4着、しかも G4 も4着で来てるんですけど。 えー、中山戦八でちょっとうまみないかなと思ってますね。で、まあ、こっち連れてきましたけど、正直勝ちに来る,来る気はないと思うんで、もうオープン勝って賞金は多少あるんで、えー、おそらくここは叩き台だと思ってるんで、えー、正直ここは狙う旨うみはないと思います。はい。で、えー、っと、プラスで、えー、プラス、えー、と、 まあ、去年の,その、えー、月下校のデータプラス、えー、今週でいうとファルコンスデータも結局最初タックル打てた左回りに勝ョーーが、えー、高速ストレートの方ですけど、えー、一着いってますと。で、えー、っと今日このあれましたスプリングストレート。 テークスですね。えー、ちょっともう奇襲重視で9番11番で本命対抗打っちゃったんですけど、えっ、ー、と、適正だけ考えると暗状でちょっと重視したのが私の間違いだったんですけど、えー、適正重視で言うと、えも、ー、ともと特注部で言うとアウトライアーでウィンブライト、えー、こちらが一応中山、えー、1600メートルから2000メートルの500万レベルで勝手なこのニトでした。えー、もう正直コのニトしかいなかったんですよね。はい。 もう正直ね、この2等で押しといたらほんまによかったんですけど、ええー、まあまあまあ、結果論でも、まあないんですけどね、先言うとってたらよかったな、これね。とさきデモちゃん言ってればよかった、これ。これはごめんなさいやね、正直ね。うんうん、うん、うん、そうですね。はい。中山はやっぱ特殊な舞台なんでね、やっぱり、この、ここのクラスになると、やっぱり500万の中山、えー、で勝ってるのは大きいと思いますね。 はい。まあ、1000人とかね、ダートやったら話別なんですけど、この、やっぱ中山1008ぐらいの、えー、この今の舞台ですね。スプリングステークス、えー、フラーカップはやっぱりこの、500万の、えー、芝1 0 0から1008ぐらいの実、2000かぐらいの実績ある馬がやっぱり強いですわ。特に勝ち切ってる馬ね。はい。もう、こんまに今回このイトやったらね。シンプルに考えたらね。はい。アウトライアーズ、ウィンブライトね。はい。ということで、えー、それを踏まえてですね。 え、ま、高速ストレートも一応左回りにしおでざっくり来てるんで、それを踏まえて今回、特注ッとってかもうここ、もう、明日、ね、皆さんどっかパチンコとか行って2万3万10時間ぐらいかけてね、ずーっと朝一からで、だー何やってたんや今日1日っていう皆さんいるんでしたら、え、ぜひとも、え、ディアーレガールの副賞1.4倍にブッチしてください。そして私と共に、 友だ、俺にならないようにね。え、であれがあるでぜひ頑張ってください。で、え、なかなかとすいません。え、肝心の馬券ですね。あ、一応ね、こちらね、え、対抗、え、ファンデーナってことで、ま、2勝してるし、え、去年のエンジェルフェイスが、なんでこの馬に一番人気やろうと思って嫌ったんですけど、え、やっぱ来ちゃったんで、ファンデーナちょっと、え、今回、え、素敵連ってことで対抗にします。で、3番手が、えっと、さっき言った、え、サンティールですか ーバー経験ねで、中山一回勝ってるんで。はい。この3頭で来きます。で、えー、もう10万円。すいません。今回もうシンプルに。えー、もう副賞10万円でもいいかなと思ったんですけど、一応3連単こちらですね。えー、一応、去年はエンジェルフェイス月下校で1、2、全で決まったんですけど、人気的にね、今回ちょっとであれがある逆転候補で、まあ、1、2、5でもよかったんですけど、1、2、5やと3連単38倍しかつかなかったんで、 えー、2、1で、逆でいきます。2番、1番、5番人気。えー、こちらで80倍になるんで、一気に。これとこれ来たら、ま、100万円コースですね。はい。ちょっとよく書きました、これ。しかも1万円超えてるんで、ね、何やってんだ話なんですけど。うん、まあまあ、ね、副賞1万買わたところで1.4倍なんで、そんな知れてるんで、もう、ここがほぼメインです。はい。単賞で買うか微妙ですね。単賞で買うともう3連単とか遊んでくれてもいいと思いますね。単賞で5倍で買うまみは多分ないと思うんで。 はい。えっとの、飛ぶ可能性も十分ありますよ。ええー、ね。このデータが100%当たり前と限らないんでね。馬の調子もあるんで、やっぱね。今日ちょっとお腹痛いんで、ダメです。もうんで。はい。まあ、ルメちゃんやから、そこまで失敗する気はしないと思うんですけどね。はい。すいません。ということで、長々と、えー、え、ね失礼しました、ええー、もう、出会いがある頼むってことで、ほんまあ、頼むこれ。これは来てくれ。 もうこれもう去年の月格好みたいなの汗水ね、ヒヤヒヤしながらね。ええ,えって思いながらね、ちゃ2着着してくれたんですけど、えーもうね、もう明日も何万円ぶっちするかわからないですけど、もうここしかないですよ、これも。はい。で、えー、このままでおられないんで、えー、こちら紹介しておきましょうね。えー、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 大商店取ったんですけど、正直全然取れ、もう生まれやすかったし、あんま取れてないです。 で、えー、言うてたように、春立てで逆転可能性ありってことで、シュバルグランが里大門に勝つ可能性はあると思います。はい。あとは北サンブラックとか来るんでね、また枠とか決まってからでありますね。はい。スプリングステークスね、えー、もう騎手との相性ってことで、騎手だけで決めたらあかんわ、これね。結構裏切られてるんで、すいません。あ、素直にデムちゃんやったか、って時もあるんですけどね。えー、もう、最近もう迷走状態です、これ。 また来週、高松宮駅内あるんで、またその時ね、ちょっとまたデムちゃんに頼ると思うんですけど、えー、まあもうそこまでしましょうよ、今回ね。えー、明日ある梅ちゃんのデアレガールでいきます。はい、ということで、長々とすいません、えー、明日は1.4倍にぶっちします。はい、ご清聴ありがとうございました。